今回ご紹介するのは名古屋鉄道蒲郡線の東波津駅です。当駅は三ヶ根山、猿ヶ島、うさぎ島の最寄りの駅で、蒲郡線が観光路線として脚光を浴びた時代はその拠点として機能していました。現在は両島への観光船が廃止され、名鉄グループの観光事業も撤退していますが、潮干狩りシーズン時には潮干狩り客の利用があります。東波津駅は愛知県西尾市東波津町古建行田にあり、1936年昭和11年7月24日に開業しました。当駅は一面2000島式ホームを持ち、駅集中管理システム未導入の無人駅です。行き違い可能な地上駅で、列車は右側通行で進入します。平吉田蒲郡間のワンマン運転対応のため、駅舎内には自動券売機が設置されていましたが、駅舎取り壊しに伴い自動券売機は撤去され、ホームに乗車駅証明書発行機が設置されました。ホームの有効長は当初2両でしたが、1967年度の改良工事で4両化されました。2005年、平成17年1月28日までは特急急行が停車していました。かつては近くの採石場で採れた花崗岩を当駅で貨車に積み込んでいたそうです。当駅は1998年、平成10年6月1日に無人化され、2021年令和3年10月10日に駅舎取り壊しに伴い、西尾市が駅舎ありがとうイベントを実施しました。
今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。